対戦よろしくお願いします。今回は特攻の最強を連れてきたんですけど、数値すげえな。横並びを抜きんでた存在もいませんが、非常にハイレベルな戦いをしているのに加えて、各ポケモンそれぞれいろんな型があるのが特徴でしょうか。はい、必ずしもどうせこうだろと思ってると、なんか痛い目見そうなメンツが多いですね。で、今回のメンツで考えるなら、何がきついんだろうな。ライコは欲しいかも。で、電気と炎多いんですよね。へーって感じ。はい。で、先発デラッシャン行くか。デラッシャン、ライコ、ボルトロスで行こうかな。よろしくお願いします。まあ、せっかくのね、火力のメンツが揃ってるんで、基本的には押せ押せで行きます。毒牙とかはね、毒菱巻いたりとかそういう方もあるんですけど、まあ、攻めっ気マシマシの方が気分爽快だろう。よろしくお願いします。なんだかんだポケモン対戦って楽しいよな。準備めんどくせえけど。さあ、ポジティブとネガティブが同居しているな。こんにちは。どうせお前あれすんだよな、粘土だったらこれオーバーヒートで焼けた方が美味しくないです。焼き滅ぼす。なに？逃げられちゃったか。トドロク月。ま、スカーフ取られてても、これ、月はあんまり嬉しくねえからな。古代火星起動。攻撃の方か。焼き滅ぼす！灼熱。さすがトドロク月、特防は高えな。まるでダメージが通っていないじゃないか。ボルトちゃん。撤収よ。アクロバットなら耐えるし、スケショだったら言っていいけどな。そらよ、つうか特殊相手に月はやべえかもな。リュウマイ、防御下がりましたけど、今回のパーティーにおいてはデメリットになっていない。この技構成でござんすからね、こらえましょう。うるえ。さあ、お相手の技選択。神砕く。痛いぜ。さあ、このボルトロス、僕の動画を長く見てくれてる人なら覚えていらっしゃるでしょう。そう、あの方ですよ、あの方。イヴァン・ボルトロスだよ。行くぜ。奇襲を仕掛ける。そりゃさすが硬えな。まあ、そうなると思ってたので、テラスタルは切れなかったわけですが、特殊はこれきついな。行くぜ。こんにちは。リュウマイ前提だったら、ライコ先出しは普通にありだったな。こいつ技的には多分ですけど、瞑想積む余裕あると見たね。行きます。鋼あったら知らん。もう知らん。行くぜ。ここでテラバ打って早々に潰してもよかった気はせんでもないんだよな。もう一つのタイプがわかんねえ。アクロバット飛行じゃねえの。神砕く。さすがに通らねえぜ。うい。で、このままフェアリー通ったら落ちるからさ、雪やんだし、ここ陣雷でよくないっすか。陣雷で何？あらら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 ら、らマジでフェアリーを警戒しないのか。じゃあバーソで、ここで鋼切られたら最悪すぎる。うわ、逃がした。これはまずったか。キューコーン。ふむ、タイプバレちまったの言ってよな。今のは見事にいなされてしまったということ。おれですが、舞の効果は切れたし、瞑想、ここベルでしょ。だったらお前を起点にするまでよ。
そう、たける来航137という特高に加えて高い耐久を合わせ持つ。でもこれあんこあったらめんどくせえんだよな、欲張ったかもしんねえな。だったらせめて陣雷で固定するか。陣雷で OK、 多分あんこでしょこれ。吠えるかよ、マジかよ、マジかよ、噛み合わねえな今日は。キューコンの吠えるはあんま見ねえ気がするけどね。こんにちはっす。これでブーストエナジーの効果がオフになってしまいましたね。トリックでまだバレてねえしな。これで技固定してやればスカーフガチグマとかいう果てしなくよくわからない存在が生まれてしまう。足の速さはどうだ。大地一貫はしてないけど直帰手に入れたら結構持つんじゃね。どうしましょうか。ってことは攻撃一辺倒かこいつ。残りのお相手のメンツを考えるとシャンデラを温存するメリットはそんなにないかな。エラボで削ろう。うおー、テラスタル切ってくれた。これなら立ち回りやすいかも。でシャンデラのスピードでまず抜けるかどうかだよな。抜けている。 S 振ってなさそうか。急所に当たる、ナイス。これ絶対有効だよ。ブラッドムーンノーマルテラスの一撃。次はブラッドムーンが打てない。すげえ直帰貫通してるよこいつ。でガチグマ君は直帰を持っていたということはまあ間違いなく陣雷は通る環境なんだよなこれ。でラスカノとかもないでしょうからとりあえず瞑想。おっと悪あがき。そしてお前の方が足早いんだな。さーてここは陣雷の読み合い発生してしまうね。でもここは落としとくでいいんじゃない。だって陣雷が不成立に終わったとしてもそんなデメリットねえし、出てきた時にまた陣雷すりゃいいだけだ。 OK。 あとはこれでテラスタル消えたし、お相手雷鼓で積んでないか。なんか巡り巡ってきましたわね。フェアリー雷鼓がぶっ刺さっていた模様。好きですがお前もブーストの効果と舞が切れている。つまりこれ無理っしょ。出せてアクロバット、龍舞、悠長悠長。もう俺は素直よ、ド級に素直。というか轟く月君がカスダメしか受けてないからな。実際は痛い思いするってことをようやく思い知らせてやれるぜ。いやー皆さんお待たせしました。ちょっとね回り道をしてしまいましたけどなんとか詰めれたな。こうしてみるとさ、トリックって強えな。あそこで流れを固定化させたことによって完全に積んでしまった感引かないね。これまでの最強パーティーの中で一番最強感あるな勝ち方が。そう、何回か読み外してやられたってなってもその上でぶちのめす、まさしく最強。対戦ありがとうございました。破壊完了。この調子で残り2試合も頑張ってほしいですね。他のメンツもな。対戦よろしくお願いします。ふと思ったんですけど、たける雷鼓ってずるいよな。理想的な配分しておいて特攻も最強ランクに名を連ねるって一番美味しいやつじゃんな。うん、調整されたステータスしてるくせによ。あ、よし、まあちょっと気を落ち着けて、で今回のお相手にはむしろスカーフ押し付けたら逆に厄介になりそうな感が半端ねえので、まあ雷鼓は欲しいですね。で、あと地味にレイスポスで行こっかな。よろしくお願いします。
イバン・ボルトロスは剣盾の時に対戦相手が使ってきたポケモンなんですけど、まあ当時はダイマックスというシステムがありましてね。でボルトロスは純伝説なのでなんか耐えるんですよ。であと一歩で倒せると思ったらイバンでさらに加速してきてボーンみたいな得体の知れない恐怖があったんですけど、自分で使ってみるとあら不思議、なんも強くねえなんか刺さらねえんだよな、理不尽だと思う。さてさてどうしてくれようか。これランドに対してはめっぽう強くなれるんだよな。テラスタル切っていいっすかね。でもライコ君にテラスタル温存しておきたいんだよな。まあ岩技超痛いですけど、とりあえずネット巻こうか。まあランドロスが岩技持ってるかどうかはギリ不明瞭なところあるよね。岩石封じは結構採用率高そうですけど、まあライコ君ばっか頑張ってもあれか。いやーここでランドに逃げられたら面倒だよな正直。でも我慢できない、なぜならクワガノンの活躍が今ここにちらつかされてしまったから。ライコ君はさっきの試合で活躍したじゃん。私は基本的に全てのポケモンに主役になってほしいという欲がある。よってガノン今こそお前が輝け。よっけい、全然効いてない。さあ苦しみもかけ、素早さなんてもともとねえんだよ。ギロチン、さあちらつかされた。絶望のギロチンタイムに震えな。まあそうですね、あいつサーフゴーならすかせるぜ。ここでサーフゴーいるかどうかわかるな。トンボ効かないね。さあここでお相手が出してくるポケモンはパオ、意外なやつ。ネットに引っかかっちまったね。さあお前を断罪するとき、くっそ失敗、断罪失敗、聖なる剣が飛んでくるぜ。レイスにしてもレイスポスではパオジアンの上は取れねえんだよな。でも今はネットがあるから取れる。よってここはすかしつつ頼むぜ。聖なる剣すかす。さあ持ちこたえられるといいんだけどね。守る、うれ。さあお相手の技選択、つらら落とし。ってことは不意打ちの類はお持ちでいらっしゃらない。まあつららでも十分死ぬんだよな正直な。さーてどうしよっか、金縛ってもいいんですが、金縛ってみよう。うるえ、つららを止めた。これならたける雷光でお相手できるぜ。なんでやねん、まあええわ、しゃあないな。なんでつらら挟んだし、この野郎。どうやら安定して落とさないとやべえという判断に切り替えられてしまったのか今。ですがですがですがよ、行くぜ。やっぱこれテラスタルクワガノンに切っちまったのはちょっとやっぱ重かったか。ここでテラスタルあったらな、そもそもフェアリー切っときゃ楽できたからな。めそう交代もあるでしょうね。めっちゃ見上げてるね。砕く、うっそ、こいつはびっくり仰天玉毛だけだぜこれ。さて放電とか一応テラバの方がいいけど安定はするんですけどね。火力がさ、神砕く痛えし、うえっ、すげえ天下一品の火力、まひった。ネットプラスまひったんだったらさすがに寺までよくね。待って、うえ、やってくれる。普通あいつほんと強えな、あんだけ足速いくせに。金縛りが解けた。お前ちょっと暴れすぎじゃねえの。
俺は言ったわ。さあクワガノンだけで全抜きは正直全く現実的じゃねえんだが、エレキネット範囲じゃないかやっぱり。ちくしょーちくしょーちくしょー。まあ目先の欲につられてね、行動を歪めるとこうなるってやつだな。そういう心を抑えて戦うのがポケモンバトルで一番重要なこと、欲を抑えよ。対戦よろしくお願いします。2戦目の試合が果たして採用されたのかどうかわからんが、まあ3試合目です。はい。で今回は珍しくこってこてのメンツも結構多いね。うん、どうしよっか。意外とボルトロスとかも有効な気はする。草結びでなんかこうぶっすりといけそうなやつ結構いるからね。でパオジアンとかもいるんだよな。しんどいな。地味にイーユイもきついのか。ドクガかボルトロスか。ボルトロスはどうだろう。行くか。よろしくお願いします。カバしかり塩しかり、なんか久しぶりに見た気がするね。やつらですら見かけないっていうのは怖くない？いや見かけないってこと見かけないわけじゃないけど、塩とか昔はね3試合中2回ぐらいはいた印象ある。 66% でも今や 20% ぐらいかな。もっと少ない気がする。イルカマン、さーてデラシアン、これは悩みますけどとりあえずぶっ飛ばす。ジェットパンチに強くなれたら儲けもんだしね。脱出パック型だった場合はこの時点で倒せるかもしれねえ。このために仕込んでおいた草テラス食らってもらうぜ。逃げられちった。ガチグマ、じゃあお前に消えてもらうとしようか。つうかよく見たら物理の方じゃん。チューッ。これよ、そっちのガチグマは先制技ねえじゃん。だったらもうシャンデラサンタでもいいんじゃね。伝統の145族お見せします。まあ向こう的にもあんまり交代したくない感じではあったんだろうな、これ。ほう、だけどもう命ないね。でも油断するなよ。お相手もこれを分かった上でガチグマ出したんだ。草一貫してるからね。まあ、必ずしもシャンデラが草技持ってるとは限らんのですが、ラグも見なくなったもんな最近。ちょっとだけなんか地面といえば熊だもんな今は。なのでもしかしたら草テラスシャンデラがゲーム決めるレベルで刺さってる可能性はあります。おっと、これはこれは草とはね。だけどシャンデラの特攻ならぶち抜けるというわけではなかった。立派オッケー。ふわそう甘くはないぞ。だけどこれそうだな、イルカマンの持ち物次第でもあるのか。スカーフだから温存する価値はありますね。テラスタルはなくなっているイルカマン、やりようはあると思うが、冷パンだったら怖いな。でもジェット、まあここは散るか。耐えたけどあんま意味なかったな。ジェップ。さあ脱出パックのそれではないのかまだわかんないんですけど、とりあえずどっち出すこれ。雷鼓はなんかずっと雷鼓って感じするし、こっち行きましょうか。行くぜ。問題はこれ当たるよな、これ。当てろよ、頼むぜ。振りじゃないからな。まあせっかくの専用技存分に使いたいから選んだけど、10万でよくねってなるわ。でも10万だとイルカマンギリ落ちねえんじゃねえか。いやボルトロスならいけるだろう。
いろんな感情がぐちゃぐちゃになっている。冷パンぐらいは耐えると思うが、お相手がこだわってる可能性もちょっと疑っていますわね。それはイルカマンだもの。でも後続に対しても木枯らし嵐はかなりのダメージを出すぞ。こうしてみるとボルトロスって結構でかく見えるね。イルカマンがちっちゃいのかな。やっちゃったわねお前、マジ。お、あの、これはどういうことだろう。これはどういうことだい。イバン食うぜ。でもジェットパンチ安定じゃんこんな。あ、でもお前でジェッパしてないぜ。滝安定技か。こいつお盆とか持ってんじゃねえかこれ。さーて、これどうしましょう。古代活性にしても、なんだろう、今の1ターンだけで僕はもうメンタルバキバキなんだけど。瞑想潰しかあるめえよ。人雷対策か。俺だ。よし、冷パンすら食らいたくないんだけど、まあ、ジェッパもう一回もらうぐらいならメリットとしては、そう、冷パン食らったら痛いですよ。だけどもう一回ジェットパンチ食らうぐらいだったら人雷で一撃狙ってもいいんじゃないでしょうか。人雷オッケー。かてえ、なんだこいつ。冷パン痛えぜ。で、さすがに人雷すかししてきそうだから、おでん。オッケー。まあ、体力は半分残った。瞑想も積んだ。まだ可能性はある。やっぱり雷鼓じゃないか。最後のポケモンなんだろうな。テラスタルはね。終わった。終わった。さすがに耐えねえでしょう。でも、当てるか、やっぱ。おわ、マジですげえ、すげえ。ふざけんなヘイ、ふざけんな、ヘイ、ヘイ、ふざけないでくださいよ。もう、なんなんだよ、お相手。ポケモンバトル上手すぎかよ、クソがよ。なんなんだよこれ。くそー、俺頑張ってたのによ。こんなことされちまったらメンタルバキバキメモリアルですよ。はーい。皆さんもポケモンバトルの世界をこれからも存分に楽しんでいこうな。では次回また会おう。ありがとうございました。